最後はその優勝準決勝そしてこの決勝の上りを振り一発力をもう全て使って登るっていう感じですね、はい、ここも、はい、だ回転今体回転しながら飛んだんでうまかったですね。一番負荷のかからない向きでこうキャッチできたんで、いやこの後も楢崎選手よくうまく越えていきましたよね。2バーが出てますね、うんうん、右の2バー深いな。大きなカタツムリのようなこの青いホールドをなんとか乗り越えてゾーン獲得。頑張れ頑張れ。うまいうまい。ここで力ですね。おお、そっちでも一回転して両方いけるんですね。はい、ゾーン獲得。ここからはあ、うまい。あ、いいですね、先のフック。うまいですね。この足を切ってくるところですよね。おお、強い。3度目のトライ。さあどうだ。トップホールド、手がかかった。完登。いやー、さすが。楢崎智亜選手の登りを振り返っていきましょう。さあ伊藤さんとそして野口さんとともにこの男子の決勝、まあ楢崎智亜選手の上りを中心にですね振り返っていきたいと思うんですが、まずこの第一課題ですね、伊藤さん。はい、いやー、ここ本当苦しい状態になったんですけど、ここでミスせずに足でつないでいってね、完登を決めたのが大きかったですね、はい、これもね、楢崎選手のレベルでも、ま、ちょっと野口さんと引き得たのとの可能性はありそうですね、はい、第2課題 2-3 でも正解であることは立証されましたけれども、いやになってからはなかなか成績が伸び悩んでいたが、これが一番簡単な、いいですね、ですね、止め方が気がしますね。復活の兆し、土引き得た。さあこの後だ、壁に入って。ただ一番早い段階でここまで来てるんで。はい、そうですね。まだ2分以上あります。リーチもある。お、ちょっと下げました。その分足を上げて。おー、乗れてますね。うまい、乗れてますね。トップホールドは、まあ、最後。頑張れ、頑張れ。ただ本当にもうスペースが狭い。あ、乗りましたね、右足。乗っているか。乗ったけど。どうだ、まだ不安定だ。突っ張れるか。左足の利きが。頑張れ頑張れ。うわ、左手伸ばせるか。向きを変えられるか。左足はどうだ。頑張れ頑張れ。取った。ああ、うわ、もうちょっとだった。どう引き、あのゾーン止めてから一度落ちてしまうとかなり厳しい展開になったと思う。はい、流れをつかみましたね。そしてこの第2課題ですけれども、野口さん、はい、ここも力強い上りでした。ここをね、うまくアジャストして。そうですね、はい、今回の決勝本当にどの課題も、かなりギリギリの場面があったと思うんですけど、結構強さとあと落ち着くところではしっかり落ち着いて、なんかしっかり、いい選択ができたのかなと思いますね、はい、もう一度トライ重ねます。お、足開かない。あっ、そう、抜けました。こらえる。足が完全に抜けましたが、ゾーン獲得しました。さあトップホールドが見えてきた。ここは足元も注意、バランスも注意だ。返しちゃいましたね。ああ、この時点で、まあ、他の選手とは大きく差を開けて後半戦にというね、はい、素晴らしい流れになりました、はい、そして第3課題ですが、ここをね、今度は伊藤さんにお聞きしたいと思うんですけども、はい、うん、ここ、まあ、この課題は本当にさすがでしたね。もう安定感が、はい、もう体のバランスも良かったですし、足の乗れてる感覚も相当レベル高かったですね、はい、うん、やっぱりこれは得意な課題だったと思う。
よし、捉えた。上がかなり得意なんじゃないでしょうかね。頑張れ。状態を上げて頑張れ。これはいきそうだ。思い切り出せ。右左締め、花咲智亜。第3課題は、まあ、当面のライバルとされていた藤井心選手がですね、完登できなくて、第3課題終了時点で楢崎智亜の初優勝が決まりました。でそれを受けての最終課題ということで、まあ、本人の中でも野口さん、はい、もう優勝をした上での最終課題になったでしょうね。そうですね、初優勝ということで